これでよしっと。なるほど、こう着るのか。これが本来の着心地か。動きやすいな。さっきまでのとはえらい違いだ。しかし、尻尾があることはさも当然のことのように言うのに、ないことも別に気にしてないんだよな。何から何まですまない。いろいろと行き違いもあったわけだし、それは構わないけど。さて、クオン。え？名前まだ伝えてなかったかな。クオン、それが私の名前。ああ、名前か。クオン。それで、あなたはなんて名前かな。名前？うん、名前。そうだ。自分は。うん。待ってくれ。自分は。じゃあ、どこから来たのかな。今まで何をしていたのかとか。どこから。そう、今まで何してたんだ。そうだ、この子が。記憶に曖昧な部分もあるが、解放してくれたこの子なら。あなたはこの人里離れた山中で一人倒れていたの。一人で？うん。それでそのまま見捨てるのも目覚めが悪いから拾って解放したの。だから期待させて申し訳ないんだけど、私が知っているあなたのことはその程度かな。そうか。ごめんね。いや、勝手に期待したこっちが悪い。そう言ってもらえると。でも困っちゃったな。まさかこんなことになるなんて。まったくだ、参ったね。こんな時はどうすりゃいいんだか。分かったのは、自分が誰だか分からんということくらいか。ちなみにここはどこだ。九十里の西方、シシリ中の奥といえば分かる。なるほど、ちっとも分からん。ああ、地名が分かってもそれが一体どこなのかまるで分からないんじゃ意味ないな。他に聞けることと言ったら。そうだ、あのでかいの。でかいの？ああ、そうだ、グネグネニュルニュルして襲ってきたスライムみたいなやつ。あれはなんだ。スライム？ああ、もしかしてタタリのこと。タタリ？あれはそういう名前の生き物かな。何かと聞かれると、正直こちらも困っちゃうな。分かっているのは、日の光が届かない地の奥深くに生息しているということ。そこに入り込んできた生き物を襲い食料とすること。そして決して死なないということくらいかな。死なない？うん、あれはね、死なないんだ。焼いても切っても叩いてもすぐに蘇生してしまって、何をしても息の根を止めることができないの。いや、さすがに不死身とかそんな生物はありえんだろう。生命力が強くて死ににくいとかそんなのじゃないのか。うん、本当だよ。本当に何をやっても死なないんだ。
何をしてもどうやってもね、せいぜい徹底的に叩きのめして追い払うか、苦手と思われる大きな音と光でひるませるのが関の山かな。そんなわけで、その数もその生態もよく分かってないということなんだ。何なんだそのとんでも生物は。怖すぎるだろう。だからあなたはとても運が良かったかな。少しでも駆けつけるのが遅れたら、今頃は骨すら残ってなかったよ。安心して、生息域には近づかない。人里から離れるときは迂闊に道を外れない。そういった基本的な注意事項を守っていれば、滅多に襲われるようなことはないから。そうか、滅多にって本当にそんなレアケースだったのかよ。何事も絶対なんてないよ。その時はその時と割り切った方がいいんじゃないかな。人なんて運が悪ければ風が吹いただけでも死ぬんだから。すでに終わった過去のことだから、こともなげに言っているのか、それとも。それはそうと、これからどうするつもり？これから、ほんとどうすりゃいいんだか。ごめんね、ちょっと意地悪な質問だったかな。記憶のない自分の名前すら確かではないのに、そんな質問はされても困るだけだよね。まあそういうことなんだが。それなら、これも何かの縁。しばらくの間、あなたの身柄は私が預かるってことでどうかな。は？この少女が自分を？いや、気持ちはありがたいけどな。いや、待て、こんなところで放り出されたらすぐにのたれ死ぬか、化け物の餌かの二者択一だ。多少不安はあるが、ここまで自分にいろいろしてくれたんだ。今さら取って食ったりもしないだろう。せめて状況を理解できるようになるまで彼女を頼りにした方がいい。ここは渡りに船と思って言葉に甘えておこう。了解した、しばらくよろしく頼む。うん、賢明な判断かな。素直なことはいいことだと思うな。その笑み、断ったらのたれ死にしてたよってことか。さて、あなたの今後も決まったことだし、とりあえず名前くらいは決めないとね。名前？いつまでも名無しのままだと不便だからね。名前まだ思い出せないんだよね。ああ、言われてみれば名前がないと人里に降りた時にいろいろと困るな。わかった、じゃあ適当に決め。いや待て、これはもしかするとチャンスじゃないのかな。何も思い出せないのはどうかと思ったが、逆に考えればまっさらってことだ。ってことはだ、自分で自分の名前を素敵かつかっこよく決められるじゃないか。もしかしたら自分の本当の名前は平凡でパッとしないものだったかもしれない。いや、それはまだいいが、頭が潤んでいるのか疑いたくなるような名前をつけられていた可能性だってある。そう考えれば記憶喪失も悪くない。いや、悪いどころか素晴らしいじゃないか。逆境をチャンスに変えるとはまさにこのこと。となれば名前を適当にだなんてことはありえん。ここは後で後悔することがないよう、誰もが羨むくらいの素敵名を。よし、自分の名前は、どんな名前にしようかな。え、あの、もしかして君を考える気なのか。考える気も何も、それが義務なもの。義務？保護者といえば親も同然。つまりあなたを拾い保護者となった私には、あなたの名前をつける義務があるんだ。いや、それは
どう見たって年下の小娘が親はないだろう。親は私の保護なんて必要とせず、一人でも生きていけるのならそれはそれで構わないけど。じゃあ決まりかな。せっかくの素敵な名前計画が。そうだな、あなたの名前は。ハック。ハック、そう、ハック。これからはハクと名乗るといいんじゃないかな。ハク、あまりパッとしないな。何か言ったかな。いやいや、何も。この名前はとても由緒正しい名前なんだよ。伝承にまで歌われしお方の名からいただいた名前なんだから。歌われしお方。そう、歌われるものから。わかった、自分はハク、これからはそう呼んでくれ。うん、そう言ってもらえて何よりかな。